ミアシア、ガルガ。一時はどうなるかと思ったけど、なんとか戻ってこれた。ねえ、あれ、ミアシアだわ。ギルガンローに伝えなきゃ。みんな心配をかけました。よく戻ったわね、ミアシア。一人で教授討伐に行くなんて無茶をして。あなたは強いけど、体は私たちバルク族よりずっと弱いんだから。もう心配させないでね。ごめんなさい、あの人たちに助けてもらったんだ。何？人間の軍隊がなぜこんなところに。お騒がせしてすみません。我々はリグランド赤竜騎士団です。任務のためこの地に遠征に来ております。よろしければどなたかこの地の王様の方にお取り次ぎいただけませんか。ミアシア、無事か？おじいちゃん、うん、大丈夫だよ。ギルガンと申します。この集落の講師をしております。部隊長のリュドミラと申します。名工ギルガンのお名前、王国でも聞き及んでおります。おや、剣聖ドゥルクではなくですかな。弟様のお名前も同様に。ドゥルク、どうしたんだナギ。知らぬのか、先のゴーマ説で多大な功績を残したバルク族の英雄だ。歴史の本で読んだことがあるよ。西方ルメア共和国に押し寄せる魔族を一人で打ち破ったとか。でもゴーマ説が終わる前に姿を消してしまったって。隊長殿、任務とやらのお話詳しくお聞きできますかな。もちろんです。この娘を助けていただいたことにも報いたい。手狭ではありますが、私の工房へお越しください。ガルガン、お前も来なさい。ギルガンジー、わかった。ガルガだって？なぜ今ここに？まさか我々を？ん？なんだ？ウルグロアの者たちが俺を恐れている？では先に工房にてお待ちしております。はあ、しかしミアシア殿があの剣聖ドゥルクのご家族だったとはな。しかももう一人のおじいさんも名工なんて本当すごいね、ミアシアさん。見てわかる通り私はバルク族じゃないから血はつながってないんだけどね。でも二人とも大切な家族で私の誇りなんだ。そう、誇りなんだよ。憧れていたんだ。ごめんみんな、私用事を思い出しちゃった。またね。ミアシア、どうしたんだろう。何か様子が変じゃなかったか。一時休憩、後ほどギルガン殿の工房へ集合だ。わかりました。そのガルガ、ミアシアのこと追わなくていいのか。お前に言われる筋合いはない。そうか、すまない。さてギルガンさんの工房で集合か。